独占です。横山ルリカ北海道のジャガ豚を紹介。フォーご覧の皆さん、はじめまして、横山ルリカです。ルーリーって呼んでください。アイドリングからソロデビューした横山ルリカさんがセカンドシングルを発売。オリコンウィークリーチャートでトップ10入りを果たしました。プロデューサーのヒャダインさんもアイドルではなく一流のアーティストと絶賛する横山さん。そんな彼女がとっておきの特技を披露してくれました。それはこれです。指がすごく柔らかくて、ちょっとじゃあ魚っぽい感じを表現したいと思います。これは平和に泳いでる魚です。あ、ね、まあ小魚しっかり、中魚とか。中魚、大魚ではないですね。大魚、ちょっと不思議な魅力の横山さん。さらにお気に入りのグルメを教えてくれました。お取り寄せ品なんですけど、北海道のジャガ豚っていう食べ物なんですけど、その皮がお餅みたいな感じなんですね。でそのお餅がジャガイモの粉からできているお餅で、本当に北海道を味わえる一品。北海道物産展でも大人気のジャガ豚。ジャガイモから作ったもちもちとした食感の皮で、ジューシーな豚肉のミンチと新鮮な野菜を包んでいます。これからの季節にぴったりです。せーの、ポン。ありがとうございます。さあそれではいただきます。ジャガ豚です。ジャガ豚、うん、あ、おいしい。これはもっちりしてそうですね。もっちりしてる、これもっちもち、ほんとだ、お餅みたい、これじゃがいもなんですか。スープも美味しい、豚も美味しいですね、中の、これからこのシーズンですから、やっぱお鍋にね、入れてもこれ非常に美味しい、どうですか皆さん、温まる感じがしますよね。温まるね。しかもこちらスープ付きでいきますからね、そういう意味でも味のね、ね、ついてるのでいいですよね。美味しいな。そんな中ね、YTB 山本がもう食べてます。はい、今日朝から緊張して何も食べてないんですよ、これ。今日の一食。ね、初めての朝ごはん、今日はあの食べ物なんですけども。フォロヤスギアの緊張しても、さっき怒られたんだよ。加藤涼子さんの隣で緊張しておりますが。怒ってない、ね、関西のアナウンサー食レポうまいですから。食べると小籠包のように肉汁が出てきまして、またね、初めて食感が気持ちいいって感じましたね。わかりやすい、わかりやすい、さすが関西タージンさん仕込みの食レポ。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いてです。